習氏は自身の政治的実績をアピールするために来月開催の党の重要会議である北戴河会議の前にあえて武漢を選んだのです。習氏は武漢で貿易管理も正常な生活も両立できているという模範団地を視察したことからも、彼はゼロコロナと経済発展両立が可能であることを示す模範を樹立する狙いがあるようです。一旦そのような模範を確立してしまえば、ゼロコロナのせいで経済が悪化したなどというところは全て自分たちの責任になります。言い換えれば、両立できないのは習近平思想の精髄をまだ分かっていないということになります。